ボウフォート海ボーフォート海とは、北極海の一部で、カナダのノースウェスト巡州というン巡州、北極諸島、アメリカ合衆国アラスカ州に面した海。ボウフォート海の範囲北西の境界は、アラスカのバロー岬とプリンスパトリック島の橋を結んだ線と定義されている。面積は約450,000平方キロメートル。名前は、アイルランドの海洋学者。 フランシス・ボー・ホートに由来する。一年の大半は海が完全に凍り、北部を海氷が覆う。二重車線部が EEZ 紛争海域カナダを流れる、マッケンジー川その他の川が注ぎ、クジラと海鳥の重要な生息地である。北西航路と呼ばれる大西洋、太平洋間の最短航路が通るが、一年の大半を海氷に覆われるため、商業航路としては使用されていない。 一方、マッケンジー川やアラスカのオススロープにあるような石油資源が海底下に眠っていることから、1960年代に石油炭鉱が始まり、カナダ海域でアモーリガク油田が発見されたが、生産開始に至っていない。アメリカ合衆国とカナダの間で、経済水域の境界問題があり、採掘の障害となっている。アメリカ合衆国は、 海岸からの東京離方式を主張し、カナダ側はアメリカカナダ陸上国境の成形141度線を延長した線を主張している。紛争海域の面積は2万1000平方キロメートル以上となる。ありがとうございます。